ミスったら日本酒一気いきたいと思います。マジでやばい、もう今にも寝そう。なんかミスってるわ、やばい、酔いすぎてもうわけわかんない。あーしんどいしんどい。どうも皆さんこんにちは、ハルタカオです。ということで本日の企画、泥酔バンドリー。はい、今回ね、泥酔バンドリーということで、ガールズバンドパーティーっていう、まあガルパと呼ばれるね、まあ音ゲーがあるんですよ。僕はまあその一日密着の時にね、こっちかな、こっちかこっちかわかんないけど、こっちかの動画にあるんですけど、めちゃくちゃ得意なんですよ。まあ得意っていうか、まあ大好きなんですよね、そのゲームが。今年の2月1日で、なんと、バンドリを始めてから2周年経ちます。ほぼ毎日、ずーっとやり続けたゲームなので、まあ、人並みにはできます。今回その大好きなゲームを泥酔した状態でやると、果たして春高尾は何曲フルコンできるのか、何曲オールパーフェクト AP ができるのか、それをね、調査していこうと思います。今回の制限時間は90分でいきたいと思います。うわ、マジで緊張するやん。まずはね、最初デフォの状態でやってから飲んで、まあその10分後からスタートしたいと思います。でね、今回用意したお酒は、まず一つ目はこちら、ゆずハイボール。ちなみに言うと、セコマの、缶チューハイの中で一番おすすめです。全く甘くないんですよ、これは。甘くないお酒の中だったら一番これ美味しい。そして、実はこれセイコーマートにしか売られてないっぽいので、紹介するんですけど、ミントハイボール。これね、北海道滝の上町産発火を使用してるそうです。じゃあやっていくか。まずはね、デフォの状態から見せていきます。はい、ということでね、デフォの状態を見せていきたいんですけど、多分おそらくまあ著作権に引っかかるのでカットになると思います。今回本当に本気でやります。いけるかな。よし、イエーイ、フルコーン。まあ、こんな感じだね、普段も。おお、グレ1だったんだ。そこまではわからんかったわ。はい、まあ、今のがね、デフォの状態なんですけど、これはね、酔った状態でやると多分ね、根元ふらついて絶対正常じゃないんだよね。よし、じゃあ、早速飲んでいきます。飲む前にね、今回のおつまみ、セイコーマートで売られてるひねり揚げ、これ食べながらやっていきたいと思います。一番最初はこちら。あれ？前飲んだ時より美味しい。意外と美味しいかもね。若干ね、果実の香りするんだよね。もちろんね、ミントの香りもするんですけど、柑橘系の匂いがしますね。なんだろうね、これ。すごい。これ爽やかで美味しいかもね。よし、10分まで待つよ。そういえばね、ちょっと説明し忘れてたので、まずバンドリ、ガルパとは何かっていうことについて説明したいと思います。ガルパは、あのね、女の子たちが、こう、バンドを通した、まあ、青春のストーリーと、成長はね、こう、よく描写されてると言いますか。まあ、ぶっちゃけ言うと、青春物語です。完全に青春。プレイヤーは、音ゲーをやります。あの、よくね、昔から流行ってる、チューニズムっていうゲームがあると思うんですけど、それのタブレット、もしくは iPhone バージョンが、ガルパ、バンドリと呼ばれるものです。まあ、音ゲー好きな方ならわかると思うんですけど、バンドリって実はね、かなり、初心者向けなんですよね。まあ、ただ極めていけばいくほど楽しくなるゲームでもあると思ってます。はい、まずね、今回のルールとして、ここにね、ランダム選曲ってのがあると思うんですよ。これをやり続けます、ひたすら。2、1、スタートー。ということで、ここから90分やっていきたいと思います。ドン。 AP の数も数えたいね。ちょっと忘れそうだからメモっとこう。ちなみに酔い具合としては、まあまあほとんど酔ってないわけじゃないんですけど、酔い度としては 50% ぐらい、ちょっとアルコールの匂いはするかなみたいな、そんな感じです。
このカバーはあれなんですよ、永遠の消防隊の2期のオープニングです。これ見てる人ね、永遠の消防隊好きな人いたらコメント欄で募集してます。ちなみに僕めっちゃ好きです。 OK、 フルコーン今んとこ大丈夫だね。飲んでいくよ。グレの数1、 OK、 順調順調。この下のやつ何って言われるんだけど、これね、100均で買ってきた滑り止めなんだよね。滑り止めの上にこれを置いてやるとね、すごいいいのよ。おすすめだよ皆さん。かなり一気飲みしてるからな。フルコーン、うわー AP できなかった、やべー。これコメント欄荒れそう。おいおい AP しろよ AP って言われそう。グレー1だね。 OK。 うーわ頑張ります。これ28なので、レベルがかなり高いでございます。これ28、レベルが最大で29、違う、30まであって、難易度が上がるとどんどんね、レベルが上がっていくんですけど、28ってね、めっちゃむずいんだよね。最高30だよ。最高30なのに28ですでにむずいっていう。これがね、音ゲーの難しさ。ちなみになんで SE というか効果音つけないんですかって言われるんですけど、このね、手のタップ音が判別方法なんですよね。最後ミスった。いつもなら行ける場所をね、ミスってしまうっていう。マジですか。多いよ多いよ、グレグレミス多いよ。全部で11個か。やば、めっちゃミスったやん。いや、やめてくれやめてくれ。28は無理なんよ今。泣きそう。あ、いやいやいや、唾跳ねた。お酒飲みながら声出すとね、声枯れちゃうよね。うわ、酔ってる状態でこれいけんのかな。無理な気がする。無理な気しかしない。もう手元もうおぼつかない。やばい、もう今の時点でやばい。うわ、グレが、かろうじて、あ、やばい。これ26とかも無理なんじゃないか。今多分編集で出ると思うんですけど、手元はこんな感じだよって言われてます、多分。もうめっちゃモヤモヤなんで、もうなんか今見えてない。見えてなさすぎてやばい。やばいよ。うわ、無理よ無理。泣きそうだよ。声もガラッガラやしな、今。あ、見たくない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 。やばい、ストレス。思い通りにいかない、ストレス。あ、26来た。あ、これ振り越したい。一日縛りじゃねえや。一日密着か。やばい、吐きそう。一気飲みしたからきつい。グレ出るなよ、最後の最後で。もう泣くやろ、こんなん。はい、今んとこね、フルコンは取れても、AP が、オールパーフェクトが取れません。はい、おつ。もうね、酔いすぎて頭おかしい、今。顔はこんな感じ。見えるこれ。だいぶ、うわ、見えねえな、これ。見えねえな、ビビビー。今、はーって言った口臭がね、今、おそらく、お酒臭いっていう感じですね。次は、あー、これか。そろそろ AP 取りたい。どうだどうだ、フルコンかい。ダメだ、 AP 取れないよ。うえー、なんかね、酔ってると、まず目がどんどんしぼんでくってのもそうなんだけど、手がね、力入んないんだよね。だから、グレ出やすい。
うわーやばい、しかもね声が出なくなってきてる、やばすぎ。じゃあ次行こう。おお好きな曲来た、これが撮りたい。ゴー、これ一回も行ったことないんだよね。はい、フルコーン、よし。だいぶ酔ってきまーす。イエーイ、声もおかしくなってきた。ヘイ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 、隙間時間に飲みます。キキシ、これは来たんじゃない。そうだ、結構いい感じではあるぞー。おっと、いやフルコンなんかい、マジか、 AP 取れねえ、やばい。オッケー、うわフルコン、あーしんど、これマジでやばい。この企画泥酔しながらはマジで無理だわ、本当に無理、手に力入んないのよ、ちょっと震えてきてるし。これ酔ってる状態だと、あーやったわ。このね、この矢印の向き見えないって言おうと思ったらもうすぐ間違えるし、もう、このね、テンポがつかみづらい。酔ってると。よし。スペシャルアイコンがあるよって出てる曲は、あの矢印というか、フリックの位置がね、固定なんですよ。内側にこうやってやったり、外側にこうやってやったりしなきゃいけないっていうのはね。結構難しいんですよね。マジか、ミスっちゃった。普通にショックなんだけど。ちなみに、30分経ちました。これでね、2回目予約いけるんですけど、こっからミスったら日本酒、一気、いきたいと思います。オッケーイ。わー、好きだー、好きだー、告白。告白しててくさ。どこだこれ、よし来たー、来た、めっちゃ嬉しい。よし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 、これはめっちゃ嬉しいぞ。よし、いただきます。うわめっちゃうめえ。このね、柚子の香りがマジたまんねえんだよね。ちなみに言うと、あの氷結無糖ってあるじゃないですか、あれが好きな方だったら絶対これ好きなんだよね。っていうぐらい糖分が入ってなくてアルコールの味がしててすげえ美味しい。だからもしそういう系が好きな方はぜひね、ゆずハイボール飲んでみてください。これめっちゃ美味しいから、もう一番おすすめ。セイコーマートのその無糖系で一番おすすめ。もうね、酔いすぎてもわけわかんないよ。もううまっ。はい、ちなみに顔はこんな感じです。もう目もね、今細まってるっていうか、もうね声も出ないし、酔いすぎて頭おかしい今。はあ、どこまでいけるんだろう、頑張ります。久々かもしんない、こんな酔ってんの。続いては、はい、日本酒行きます。やばい、マジで死にそう、大丈夫かな、行きますよ。ちなみにあと半分です。やばいよこれ、フルコンすらできないよ。おー27。
ッケー、フルコンはできたぜ。危ねー、マジでやばい、もう今にも寝そう。ここに来て22のオンパレードやん。皆さん死んじゃうかも。やばい、マジで手に力入んないのよ本当に。しかもね、今ね、なんと寒気してきております。びっくりしてます今。寒気が止まらない、心配ではあるね。皆さん気づきましたか、どんどんグレの数が増えていきます。日本酒飲むわ、ちょっと待ってね。はい、ちなみに顔はこんな感じです。超吐きそう。頑張れ俺、頑張れ俺、いけるいける、絶対いける、行くでー。あぶな、嘘でしょ、嘘だ、いてくれということで日本酒一気コールお願いします。一気はい、オッケー、はい、あと30分、イエーイ。皆さんこれはやばい。ちなみに皆さん、ですね、バンドリを知らない方に説明すると、ここにね、フルってあると思うんですよ。フルっていうのは、曲全部です。つまり5分です。5分間、耐えなきゃいけない。行くぜみんな。これフルコンしたらマジかっこいいからね。普通に泣きそう、マジかよ。いやいや、オッケー、あぶねー、あぶねー、とりあえずフルコンかな。オッケー、おお。泥酔バンドリはやべえ、しんどい、こんな体張るなんて思ってもなかったわ。はい、一気完了。お、あと15分、あと15分です。ラスト日本酒いきまーす。簡易でーす、残り15分突っ走りまーす。手元がおぼつかない、やばい、しんどい。皆さんここまで酔うまでやる、飲まないでください。絶対酔い子のみんな、20歳未満のみんな、絶対こんなことしちゃいけない。企画だからやってるだけだからね皆さん。あ、いい曲。
かミスってるわ。やばい、酔いすぎてもうわけわかんない。あーしんどいしんどい。オッケー、なんとか振り込んできた。よかった。あ、これいいね。やばいやばい。めっちゃ揺れた、めっちゃ揺れた。最後皆さん難しい方がいいですよね。なので、これでいきます。ちなみにレベル30は無理です。一回もクリアしたことないんで、生放送でね、やろうかな。やるなら。いきまーす。あぶねえ。あぶねえ。もう最後は無理だったわ。はい、聞きまーす。うまいわ。ブレ42か。ということで、90分間終了しましたー。エンディング撮りまーす。はい、ということでね、見事、90分間終わりました。あー、めっちゃ悪い。早飲みすんのマジで初めてなんで、もう今ね、喋りたくない。あー、超悪い。あー。でですね、まあ、今回の結果について発表したいと思います。全部で24曲やってるはずです。そのうち AP 数1曲、フルコン数はその1曲プラスアルファにした状態だとなんと14曲。そしてフルコンができなかった楽曲が10曲でございます。もうね、今頭がピク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 チやめてくということでね、はるたかを頑張ったなって思う方、グッドボタンお願いします。そして、ぜひね、バンドリの企画見たいなって思った方は、チャンネル登録、よろしくお願いします。まあ、結論としては、泥酔すると、さすがのはるたかを、さすがの、まあ、バンドリ大好きなはるたかをですら、AP 数は1曲。しかも、序盤。もう、後半はもう無理。頭動かすだけで吐きそう。おー、やばい、キス。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよならぜー。ウェイ。過去一寄ってんじゃね。